何かあったの？そうらしい。城の入り口に集合だ。また外を眺めていたのか。眺めているといろんなことを考えなくて済むから。いろんなこと？巫女のこととか、自分が本当にネウィリの子孫だったこととか。俺を責めないのか？なぜ？俺はレナス・アルマを破壊した。茨からの解放は目前だったのに。どうして破壊しようとしたの？あれを見たとき、昔のレネギスでのことを思い出した。気がついたら体が動いていた。すまない。それほど辛い記憶だったということだわ。それに破壊されたとは限らない。あの赤い女と一緒にどこかに消え失せただけかもしれない。だけどならどうして？無理しないで。いいの。あなたは私を連れ戻してくれた。今はそれで十分よ。行きましょう。みんなが待ってるわ。なあシオン、そのダメ。悪かった。ごめんなさい。でも近寄りすぎるとは危ないから。茨のことなら少しくらい耐えてみせる。そうじゃないの。そうじゃなくて、ごめんなさい。何でもないわ。茨の他にまだ何かあるのか？それは何でもない。何度も言わせないで。悪かった。じゃあ俺先行ってるから。
君たちか。私が最後かと思ったが。そういうあんたこそ、またキサラが怒るぞ。違いない。ボルラーンが倒れてから一月、いい加減何か動きがあっても良さそうなものだが、レネギスは沈黙を守ったままだ。結局ボルラーンの死体は行方知れずだ。例の赤い女もあれきり姿を見せない。あの時闇を核に6つの属性でレナス・アルマが生み出された。私が聞かされてきた5属性ではなく、君たちは知っていたのか。レナス・アルマの属性のことか。まさか。私も闇のマスターコアが存在するとは知らなかったわ。では巫女の力は。それもあの時初めてよ。自分にあんな力があるなんて。俺もあんなことが起きるとは思いもしなかった。王と巫女か。操った赤い女もだが、相変わらず謎の多いことだ。精霊力の制御に関わる力、広い意味では精霊術なんでしょうけど。精霊力といえば、レナス・アルマの誕生で他のマスターコアが失われた中、火のみが残った。これも巫女の力の働きかもしれんな。炎の剣はまだ使えるのかね。一応な。レナス・アルマにほとんどの力を持っていかれたが、その程度には残っていた。今はまた私の胸に収めてあるわ。結構。当座はそれで差し支えなかろう。何にしても今は目の前の問題が先よ。行きましょう。おい、シオン。城の入り口に集合だと聞いている。何が問題なんだ。まだここの人たちは素早い受け答えに慣れて。ああ、そうだな。配給の量は十分でも足りない。お腹が空いています。それはもう分かった。ひどくまずかったのか。分かりません。食べていないので。食べていないって。城に運んでいます。なぜ。ああ、まとめてた。私の班の全員です。相手の名前は分かる。俺たちの誰かだな。そうしかし、この町の人々は少しずつ自分の意志を取り戻しつつある。人より先に意志が戻ってきた奴が他の奴の食料を取り上げているのか。ああ、放っておくわけにはいかない。まだこうしろって言われた。なあ、俺たち何やってるんだろうな。何って人助けじゃない。けどさ、なんかこういろいろ半端になってるだろ。やっと解放されたってのに、ペレギオンの連中は指示がないとなかなか動かないし、ボルラーンの手下どもはどこに消えたかもわからないし。そんなこと分かってるよ。でもやれることやるしかないじゃない。私たちここから動けないんだから。それにスルドさえ倒せば全部解決なんてありえないってこと、これまでも見てきたでしょ。
リンウェルの言う通りだ。やった以上やりっぱなしってわけにはいかないしな。そりゃ壁を壊してそれで終わりってわけにいかないのは俺だって分かってるつもりだけどよ。これで戦いが終わりってわけでもない。レネギスだってまだ健在なんだ。落ち着かないんだよ。来るなら早く来いってんだ。やめてよ。そう言ってるのに限っていざ来たら後悔するに決まってるんだから。どうしたの？ああ、装甲兵でも見えないかと思ってな。装甲兵？ボルラーンの兵隊のこと？あいつら、俺たちがボルラーンを倒したら城どころかペレギオンからもあっという間に姿を消したもんな。良くも悪くもダナ人の面倒を見てたのが一斉にいなくなったせいで町がどうにか暮らせるようになるまで本当大変だったぜ。勢力としてはまだ十分な力があったはず。それが揃って行方をくらませてそれきりだ。もうスルドだって残ってないし行くあてもないはずだよね。レネギスってことはないのかな？全くないとは言えないだろうが、やはりどこかで反撃の機会を伺っている可能性が一番高いだろうな。ペレギオンの住民も自分で自分を守れるようになるのは当分先だろうし、頭が痛いぜ。まったく。今日の飯、塩が薄くなかったわ。素材の味を生かした良い味付けだと思ったが。ローは子供舌だから味が濃くないと食べた気がしないんでしょ。なんだよバカにすんな。塩がなきゃ人間生きていけないんだぞ。確かに塩気が足りないと体力が落ちるというわね。カラグリアじゃそれで岩を舐めているものがいたっけな。岩を舐める？なんだそりゃ。塩味のする岩が時々見つかるんだ。奴隷の涙が染み込んだ岩だと言われていた。それはおそらく岩塩だ。配給が満足に得られなかった頃ミキウダ兄さんが見つけて持ってきたことがある。あの頃は間に合わせのものとして使っていたが今は普通の塩よりむしろ味に深みがあって使っている。この辺りでもその岩塩が見つかるのかね。はい、少しコツがいりますが見つけたら砕いて補充するようにしています。取れる土地によってそれぞれ味わいが違うのでそれで何を作るか考え出すと止まらなくなります。キサラも結構凝り性なんだね。目が生真面目だからな。あまり負担をかけないようにしよう。よし、話を聞いてみよう。
せて。ブーミー、ブーミー。なんだよ、お前もハマってんのか。いやー、あの子の言うことも一理あるな。いや、装備は見直したか。どんなもん。よかったのに。ここなら二滝できそうだな。次は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。今のは高ぶったな。あいつやれるか。無茶をやめようよ。引き締めろ。 ラッカ。 くらえ。 ラッカ。
上がったわ。
雰囲気が変わった。油断するな。陰鬱な場所だな。せめてあなたが爽やかに頼むわ。努力しよう。言われてたのはあいつだ。やりすぎだ。これくらいがちょうどいい。オートバレルをやりきたって仕方ねえ。シオ、頼めるか。ええ、任せて。この弾丸で。マイトカス。やらせるか。これで終わりだ。治癒術はあといかほど使えるか。目的地に着いたわよ。
だっ広い城の中を探すのかよ。ぼやかないの。こういうの得意なんでしょ。そりゃそう。終わりがない話じゃないのだし、片付けてしまいましょう。よろしい。はあ。おい、なんだと？なんだこいつら、俺たちのことが分かってないのか。ああ、まるで町のダナ人たちだと思ってるみたいだ。なんであれ、あのボルラーンの兵、油断するな。どうだ。なんと。おお。さて。信じられないか、アリス。序列に従ったのは私にだ。あの兵士たちにはおとなしくしているよう強く言っておいた。しばらくは大丈夫だろう。レナ人はそういうものだと聞いてはいたが、スルドの権威というのは大したものなんだな。ほどほどにボルラーンの呪縛が解け、かつほどほどに自我が戻っていなかったからできたことだ。この一月我々が町を留守にすることもあったのを思えば、運が良かったと言ってよかろう。ですが、それなら彼らが自我を取り戻してもダナ人のように解決とはいかないのでしょうね。ああ、自分で奴隷を虐げるレナに戻るだけだろう。メナンシアとは違う。むしろそこからが本当の問題か。それを言えばダナ人同士だってそうだが。そうだな、今回だって結局は戦いありきだった。しかもあなたに
スルドの立場を使わせることになりました。ああしなければさらに血が流れていた。気にするな。それでそのレナ兵はどうなるのですか。質問は装甲服を外して閉じ込めてある。これ以上あなたたちに何もできない。死なない。彼らは死なないのですか。何。彼らは私たちを騙した。悪いことをした。その前にも私たちを苦しめた。何年も何年も何年もずっとずっとずっといっぱい死んだ。親も子も兄弟も友も皆死んだ。殺された。溶かされた。奴らレナに。なぜ私たちが死んで彼らが生きている。レナは死ぬべきだ。残らず殺すべきだ。グナン、俺もかつてあんたと同じレナを憎む奴隷だった。レナを倒そうと剣を取り、ここまで来る間にいろんな人たちと出会い、いろんなものを見てきた。運命に抗おうと戦う奴がいた。大事な肉親を失った奴、それでも理想を追い求める奴がいた。憎しみに駆られながら踏みとどまった奴と、それができず死んでいった人たちもいた。もちろん人を喜んで傷つけるような奴もいた。俺はそいつらを敵として戦ってきた。だがある時気がつくと、俺の敵はレナじゃなくなっていたんだ。ならばあなたは何と戦っているのか。誰かのものを力ずくで奪おうとする奴とだ。それがレナでないなら何だというのか。一人の誰かだ。レナでもダナでもない。いいこと悪いこと、何かするのは全部誰かなんだ。確かにお前の言う通りだ、アルフェン。私たちはつい個人の罪を全体に、全体の罪を個人に負わせてしまう。その結果憎しみで憎しみを超え太らせてしまうんだ。私はあなたたちが憎しみ合わずに済む社会を作る手助けをしたい。だがそのために血を流しては憎しみを深めることにしかならないと思う。分かった。あなたたちは私たちに考え、物言う力を取り戻してくれたのだから。我々を信じるというのかね。レナ人を信じるのではない。あなたたちだから信じるのだ。分かった。必ずその信頼に応えよう。どうしたの、キサラ。何か問題？いや、少し考えていたんだ。この国の人たちのこと。どうやって自分で考えられるように戻すかって話は。目下の課題はそれだが、より深刻なのはその後なのではないかという気がしてな。自分たちが受けた仕打ちを自覚した時、彼らは何を望むと思う。報復か。ガナス・ハロスは極端な形かもしれないが、多かれ少なかれどの国にも存在する問題だ。レネギス抜きでもレナの残党だってまだあちこちに潜んでるしな。そんな、せっかくスルドを倒してもそれが原因でまた争いが起きるなんてあんまりだよ。そうだな。放っておけばまたどこかで血が流れる。そんなことはもうごめんだ。レナの支配にはまだ謎がある。それがどんなものだろうと終わらせなきゃならない。だが一つはっきりした。どう終わらせるにしても、それはただダナの恨みを晴らすためのものであってはいけないんだ。そ
そうは言ったってどうすればいいんだ。恨みのもとはなかったことにはできないんだぜ。痛みを受けた者に忘れろとは言えない。簡単に答えが出せる話ではないな。でもそれでもやらなきゃ。ずっといつまでも傷つけ合うなんてそんなのダメだよ。スルドブリガー、300年の支配、それに続くダナとレナの憎しみ、何もかも俺たちで背負うことは難しいかもしれない。だが少しでも流れる血が減るよう一つ一つ対処していこう。とにかく一仕事終わってない。いや、問題を抱えている住民がまだいるかもしれない。もう少し付き合ってくれ。自分で考えるっていうのは大変だ。いいことばかり考えるとは限らない。それでも人形でいるよりはいいはず。私はできる限り彼らの助けになりたい。悩みがありそうな人を見かけました。旅は未知。あら、やれ。これなら毎日でも食べられるわ。塩、やっぱりやめ。好きになってるじゃないか。どこに行くんだ。いちいちあなたの許可が必要なの。別にそんなことはないが、そんな言い方しなくたっていいだろう。あなたこそどうしてそんな悠長に構えていられるの。この瞬間も敵は活動しているわ。なのに私たちはここで足止めされたままなのよ。それは皆分かっているけど、どうしようもないじゃないか。一体どうしたんだ。このところ変だぞ。そうね、バカなことを言った。何か気に障ることをしたなら謝る。
本当にわからないんだ。だから教えてくれないか。謝ることはないわ。あなたのせいじゃない。いいえ、誰のせいでもない。本当よ。だったらごめんなさい。聞かないで。そう言われたら何も言えない。ごめんなさい。わかった。だが無理はするなよ。にしか考えられないようにされてしまった人たちよ。あの人が悪いんじゃない。分かってるけど。弔うのに町の外に行ったみたいだぜ。ズーグルだっているのに心配だな。俺たちも追いかけよう。申し訳ない。ごめんなさい。リメル。え？魂の叫び。
また悩んでるのか。そういうわけじゃないんだけど、ただ、やっぱり悩んでるのかも。私ってさ、一族で隠れて暮らしてたから最初からレナに支配されていたわけじゃないんだよね。でもアウメドラに父さんも母さんも殺されて、それでレナを憎むようになって、生まれた時から奴隷だった人たちはそれが当たり前になってて怒ることすらしないって話あったでしょ。ああ、どこでも抵抗活動なんかやってるやつの方がむしろ変わり者って感じだったよな。その人たちと私、どっちがマシだったのかな。憎しみに捕まったらろくなことにならねえけど、家族を殺されて怒ったり悲しんだりしないのも違うだろ。つまり、その、悪い、なんかうまく言えねえや。怒ったり悲しんだりするのは憎むのとは別。そっか、なんか少し分かったかも。ありがとう、ロウ。ルフー。おう。やっぱり私たちだけでできることには限界がある。何？何の音だ？アルベ！大変だ！ソラが！レナとレネギスが、それにあのレネギスの姿、一体何が起きているの？あんなことができる奴らを相手にしてるのかよ俺たち。どうやら沈黙は終わったようだ。あの降りてきた物体、まるでダナに打ち込まれたくさびだな。くさび、俺たちの犯行への。だが、上から出ている光は何だ？精霊力。精霊力？あれがか？だが、あんな、ものすごい勢いだよ。今までレナのスルドたちが集めていたのなんて比較にならないくらい。ダナの精霊力を根こそぎ奪うつもりか？だが、なぜだ？精霊力集めはスルドブリガを競うためだったはずだ。あの勢いじゃ放っておいたらダナが虚水だらけになっちゃう。破滅だよ。破滅。これもあの赤い女の仕業なのか。
だとしても不思議はないな。たまたま王と巫女、そして5つのマスターコアが揃った場に第6のコアを携えて現れ、君たちに強制してレナス・アルマを作り出した。あの女一体何者だ。どういう意味だ。どうとは。あんたのそばにもいたじゃないか。何かしら知ってることはあるんじゃないのか。私があの女と面識があると言いたいのか。私もアウテリーナ宮であなたのそばにいるのを何度か見かけました。コノエの間では何者なのかと。そういえばビエゾの近くにもいた気がする。覚えてないか、シオン。シオン。ごめんなさい。私もペレギオンで初めて見た気がする。どうなってるんだ。二人してあんな目立つやつを覚えてないなんて。てっきりスルドのお目付け役か何かだとばかり思ってたんだが。本当に覚えがないのですか。ない。これでも記憶力はいいつもりだ。その点は異論ないけど。気になるな。今はあのくさびが先だ。そんなこと言ったってどうするんだ。俺たちガナス・ハロスから出ることすらできないんだぞ。北の山脈の向こうはシスロディアだ。ですがこの一月、山を越えられそうな道は見つかっていません。解放した人々からも手がかりは得られませんでした。だがどこかにあるはずだ。300年間タリオと隔離されていたはずはない。ボルラーンが閉ざして隠したのかもしれん。だったらダメ元でももう一度町の人にも話を聞いてみようよ。何か見落としがあるかもしれないし。分かった、探してみよう。今から船を作るよりはいい。あれが今頃ダナ中で大騒ぎだろうな。そうだな。どの国も解放されてやっと落ち着きかけてたところだろうに。ずっとだんまり決め込んどいて見計らったみたいに仕掛けてきやがった。ペレギオンの人たちはあまり驚いてなかったね。まだ感情が戻りきってないせいだ。そうでなかったら今頃大変だったはずだ。ああ、町を離れるどころじゃなかったろうな。だがレネギスの狙いが何だろうと、くさびだけで終わる保証はない。今でさえ精霊力が奪われているのだしな。手遅れになる前に急ごう。なあ、くさびが降ってくるとき一緒に変な光が見えなかったか。うん、色の違う光が4つバラバラに散っていった。確かラフトゥ湿原の奥にそびえる山脈のこと。でも湿原の奥にそんな道なんてあったかな。見落としたのかもしれない。行ってみよう。こたびも刺激的な旅であった。困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。
ムッソ。おや？たまえ。え？え？下手な期待を持たせない方が良かったのでは。死亡で種の壁を越えた者に感動を覚えて。私が期待したかったのだ。なるほど、気持ちはわかります。どうする、あいつ。そうだ、面倒そうな相手なら、飛んでいる相手ならまた
り照る氷の槍を火を灯さん、フリースタート。俺の真骨だ。火力銃の口をしたファーストエンドのリーズに火を灯さん、行くわよ。相手を殺せよ。まあ殴りまくれば気の毒。振り照る氷の槍を、俺の中の炎がフリースタート。これで終わりだ。精霊力が集まってくる。すげえな。そんなのわかるのか。ローが夜中何してるのかもわかるよ。なに、マジかよ。なんと。ちょっと。やっと着いた。何かあったんだろうか。お？ん？なんでこんなことに。シオンは別品なんだから、それくらいいいだろう。ちょっと来たら。だいぶお金が貯まったわね。甘いもの食べに行こう。さん、せいだわ。私も混ぜてもらおうか。シオン、少しいいか。少し話できるかしら。珍しいの。どうしたんだ。この前は私の子供の頃の話をしたでしょ。あなたのことも聞かせてもらわないと不公平だと思って。不公平って、俺だって子供の頃の記憶なんてほとんどないぞ。覚えている範囲でいいわ。何かあるでしょ。そうだな、昔ダナの領主に仕える兵士だったって話はしたか。それってもう大きくなってからの話じゃない。もっと小さい頃のことは覚えてないの。ああ、そういえば子供がいたな。あなたに。まさか。同じ兵士仲間の子だ。あの頃俺たちは顔も知らない主人のために命がけで戦って、疑問も抱かずにいた。だけど父親が死んであの子が泣いてた時、何とも言えない苦いものを感じた。飲み込んではいけないと分かっているものをずっと飲み続けているような奇妙な感覚だった。変だろ、兵士の死なんてありふれたことのはずだったのに。
昔からあなたの根本は変わらないってことだと思うわ。理不尽な仕打ちを心が拒むのよ。そんな言われ方をするとなんかくすぐったいな。領主もあの子もどうなったろうな。今となっちゃ知るすべもないが、そういえばあの子は人形を作るのがうまかったな。お守りにって一つもらったっけ。人形。朝食は期待してるわよ。おはよう。行きましょうか。あの巨大なはぐれ。今の私たち手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。俺の真骨だ。手あげた。やるじゃ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その分かった。体が私なら落とせるわ。心配をかけつつまだ倒せないわ。止めるぞ。命令力全開。いっけ。尻物ことないわ。当然いけるぞ。相変わらずの手柄。変わってないのか。前から良かったってことに。そこまでだ。邪魔しいやつだな。死ぬの必要。ファーストエイト班。水の精霊。私が支援する。ブレッド。みんなこっちの番だ。くらえ。当たれ。次流星陣。氷の槍よ。オーワーテック。やったな。今が攻め時ね。フリーズランカー。おお。スイジャート。死ぬの必要。ファーストエイト。ありがとう、チオ。もう無理はできないわよ。ああ、気をつけるよ。コルテントレイト。あいつが止める。チウの実力引っ込められたか。援護に回るわ。立たせ。やれるぞ。リカバー。大当てる。やれるわ。次クリエクローの槍。あったないわ。サンプリン。見てつく氷の槍よ。スリーランカー。やらせか。どこだ。俺の真骨だ。
崩れた。ここで決めてやる。あがくがいい。全力でいけそうだ。一緒にいたら使用バッテンで精度が上がったわ。一休みしないか。やれやれ。はあ、よし。もうもう始めてるよ。腕によりをかけて作るわ。食事は私たちに任せて。そうか、じゃあ二人に任せよ。食料に限りがあるから量はほどほどにな。洗濯でもするか。ん？お前たち何をしているんだ？見りゃわかるだろ、洗濯だよ、洗濯。そうだったのか。前みたいに服を叩きつけたりしていないだろうな。当たり前だろ、俺は一度叱られたら覚える男だぜ。大丈夫だ、俺も横目で見ていたが問題ない。そうか、アルフェンが言うなら安心だな。おい、なんで俺の言うことは信用してくんないんだよ。絞る時も力任せにやると生地が傷むから、頼むぞ。わかってるって。あんまり小言が多いとシワが増えちまうぞ。なんだと。なんでもありません。手持ち無沙汰し、これも皆ティオハリナ。夕げを待つ間、焚き火を眺め一杯たしなんでいた。なんだか、おう、小言の一つでも言われると思ったが。もう、あなたも叱られたいんですか？あ、いや、そういうわけではないが、うん。星巡り、憂う輪郭、照らさだ焦がれるは、友の心は。珍しく、まともなしかとも。我またん、胸に積もりし、内なる声。わかりましたよ。惑う君、次の言葉を座して待つ。わかりましたって。最近皆が家事をするようになって、私が皆にしてあげられることは何だろう、そう思うようになりました。戦闘や家事は私がいなくてもできることです。いい勝負で花もないし、でも一介の軍人がしてあげられることなんてあるわ。なぜは疑問が拭えなくて。家事疎く、理想郷なぞ空に君いなければ生きる意味なし。ティオハリム、そうでした。兄さんから継いだ理想郷の実現、私たちの戦いはこれからでしたね。君となら苦渋でさえも
もう調子いいんですから。ご飯できたよ。できたら嬉しそうだね。何、お前たちの料理を楽しみにしていただけさ。キュー・ハリム、昨晩は返事が全て詩になってましたが、あれは何だったんです？うん、良き詩の機運でも降りてきていたのだろう。気に入ったものはあったかね？良い言葉を。少々記憶が曖昧でね。よければ歌ってもらえないかね。もう自分で思い出してください。いや、ああ。ほう、しかし、ボルラーンの所在追跡ってなんだ？自分とこのスルドの居場所がわからないの？各地で遭遇したことから考えて、国を離れ単独行動を続けていたのだ。やつは自分の部下すらもてあそんでいた。やっと着いた。カレーバーガー。おやすみ、みんな。腹いっぱいで少し動きにくいな。次のご飯はいつかしら。うん、献立を考えておくべきだ。まだ食い足りないのか。今のは高ぶったな。炎の剣は無事か？濡れたくらいさ問題ないわよ。ここは抜かせ。チャンス。インテリ。血統の色が光る。そのさん、まさに一つもしか避けてよ。どこだ。突進は私が止める。お願いしたら。なんて乗り切れそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。決めてリーナル。こっち。ハンマー。怖い。拾ったぞ。
レナの装甲兵だ。ボルラーンの残党と見える。騒がれる前に倒すぞ。ボルラーンに誉れある。降伏しよう。命を保証する。ほざくな。主の玉座を汚した単一者どもが。頑固な上にいちいち大行なんだよお前ら。この弾丸で愛とかせ。はしゃぎつけたな。まだまだ行くわよ。まとめて片付ける。成功。カッパリ兵器。カッパリ兵器。体を超える。これで終わりだ。こっちはだ。やってる。ネックス切り刻む。ネスパ旋風陣。バイス。ネスパ旋風陣。コガハダ。この穴は何だろう。奴らの隠れ家かな。最近できたようには見えないな。これがシスロディアに通じる道ってことはないのか。大丈夫かシオン。ええ、行きましょう。いつの間にか随分荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか。そう思うとこの荷物も宝の山だな。確実についてる。なんか機嫌いいな。雰囲気が変わった。油断するな。時にアルフェン、君の剣術はどこで覚えたのかね。ああ、それ俺も気になってた。紅のカラスに会う前から使えたんだろ。俺はダナの領地に使える兵士だったんだ。顔もろくに見たことのない雇い主のために戦うんだ。今にして思えばあれはあれで奴隷みたいなもんだったな。ダナの領主、300年前レネギスに連れてかれる前ってことか。じゃあ本物のダナの剣術ってことだね。ダナの剣術、そんなもんがあったのか。だって300年の間に失われたものはたくさんあるんだよ。剣の使い方だってきっとそう。それがこんな形で生き残るなんてなんだか不思議だね。昔
支配を受け入れていた頃の俺が覚えた剣術が今支配者に立ち向かうために役立っている。そう考えると皮肉だな。また余計なことを聞いてしまったかな。いや、俺たちが勝手にこね回しただけだ。こね回していい方に転がればそれでいいだろう。よく転がすためにこねるのか。料理のようだな。結果うまいもんができてみんな笑顔になるならそれでいいんじゃねえか。なるほど、納得だ。どこに行ったのかと思っていたが、こんなところで息を潜めていたのだな。ボルラーンの残党、やはりペレギオンを襲うつもりだったんだろうか。彼らの猛進ぶりを見るに、あるいはひたすら待っているのかもしれん。待っているって、ボルラーンか。私たちは倒したのに。でもそうね、そうかもしれない。彼らの態度はほとんど崇拝だもの。倒されたことも信じていないのかもしれないわ。次のスルドブリガが始まるのを待っていた可能性もあるが、何せあの男の配下だ。いずれ自分たちの主人が戻ると信じて疑わず、いつでも迎えられるように備えていた。私は改めて忠節と礼則の違いを見たのですね。やるしかない。ここまでだ。なんで倒れてきたら遅いのか。ありか、生命感を放つ。どうやったらあんな慌てるな。カツを見出そう。攻撃しかめるぞ。やれるか。行け、ふざけろ。やりすぎだ。これくらいがちょうどいい。中央陣、力の差は歴然だというの。君は気づいているのか。何をだ。シオンのことだ。あんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ。シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマがイバラから逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女は言った。なのにそれが失われたこととその後の彼女の様子はどこか噛み合わない。それに先祖から受け継いでいた力、巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか。その通りだが、あれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。君は違うのか。この頃ついているみたいだ。昔はきっとここを通って隣の国と行き来していたのだ。やっぱボルラーンがそれで隠したのか。さっきの手下はここのことを知ってて通してもらおう。今の精霊術入りなめ。私
空を飛ぶやつか。私なら落とせる。やれるぜ。わかった。やっと光よ、プラス真空超エンジン。風を元にしてみるか。行って、砕けろ。やりすぎたかしら。これくらいがちょうどいい。灼熱のバーンストライク。やらせか。はい、貫け。マイク。かける。ザコには負けねえって。油断しないで。言われなくても。我が子がいい。私の後ろに回れ。これで終わりだ。大の元にこう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。しよう、頼めるか。ええ、任せて。また凝った作りの武器ですね。良い武器は衣装も優れているものだ。傷がついたら嫌だな。物資、生活の後、ズーグルの檻まで。どしなさい。今は私に任せて。ごめん、助かる。外さないわ。硬そうなやつは任せて。なんとか追い切れそうだ。最後まで油断はするなよ。ありがとう、チオ。そんなつもりはない。ああ、決めて。これで終わりだ。余裕の勝利だね。これいい装備かも。戦いが楽になるといいな。
まで奪えば気が済むんだ。なあ、何をしてるんだあれは。今までスルトたちが集めてた精霊力もレネギスに送られていたのか。私が知る限りは違う。もっとも例のレナス・アルマ誕生、いやボルラーンが王の紋章を持つと判明して以来、私の知識に果たしていかほどの真実があったのか怪しいものだ、デュオハリム。だが糸を引いているのが何者であるにせよ、あれが以前から計画されていたことなのは間違いあるまい。なぜ。いかにレネギスといえど、あれだけのことを一月かそこらで行うことはできまい。長期にわたる準備とそれに先立つ目的があったはずだ。ではスルドブリガは。今となってはその一環に過ぎなかったのではないかと私は考えている。ともあれ、今はそれ以上のことはわからん。このまま進むべきだ。道はまだ続いている。シスロディアに通じている可能性は高い。そうだな、進もう。イバラ、そういえばさ、あのくさびと一緒に降ってきた4つの光どうなったんだろう。点でバラバラに飛んでいったからな。どこに落ちたのかも見当がつかない。自信ないけど、あれも精霊力、それもそれぞれ違う属性の精霊力だったみたい。くさびでダナの精霊力を吸い上げているのに精霊力を発射したのか。何のために。わからない、あっという間だったし。何かまた新たな脅威でなければいいのだがな。もしくさびがあの赤い女の仕業なら、あの光だって。やっぱり変だぜ。え、赤い女だよ。絶対にシオンもティオハリムも見てないわけないんだ。二人が嘘ついているっていうの。いや、そういう意味じゃないけどよ。ただなんか理由があるはずだろ。二人に共通するのはレナ人という点。その辺にしておこう。いろいろと気になるのはわかるが、今はここを抜けることに集中した方がいい。うん、そうだね。出たぜ。突破するぞ。攻める。ルーナスルーサー。私に任せて。やっと。フライティハウリやっと。大地を元に伝わって。どこだ。エアブレッジ。やっと。任せたまえ。
ーンの力はすごいな。狂ったのはあなたよ。山頂を越えたら急に冷えてきたな。どう？近づいてるんだ。やるしかない。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。任せたまえ。私が落とす。地べたを守る。地べたなら来い。やめて。やめて。おかげでまだ戦いそうだ。前線はそのまま任せておけ。任せておけ。任せておけ。良い演技だ。あんたはどうなんだ。倒してくれる。みんな無事だな。守るだけで未来は勝ち取れない。大勢に攻撃に出る。私に任せて。見てるわ。逃さない。決めて。こっち。ハンマー。今それに任せて。決めて。キュアマン。この弾丸で。マイトカス。この頃ついているみたいだ。どきなさい。てもらう。おい、すごそうなの。ヒロお手並み拝見といこう。こっちの番だ。ここまでだ。ここまで。はい、宇宙総演説。冷静に私が言います。何か食らったようだな。また下がった方がいい。踏みとどまれ。虹の精霊術よ。これで終わりだ。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。新しい武具か。あの橋を下ろさないといけないな。こちら側から操作できそうだ。とにかく見てみよう。ロウ、大丈夫？まあろくな思い出もないとこだけど、聞くしかねえからな。そういうお前は平気なのか？うん、私も行くよ。みんな一緒だしね。俺もだ。行こうぜ。
よかった。これで渡れる。ほれ、何者だ。俺はアルフェン。敵じゃない。アルフェンだって？驚いた。本当に君なのか。私もいるよ。ほほ、リウエル、元気そうで何よりだ。あんたはここで何をしているんだ。寮内の見回りだ。まさか君たちに出くわすとは思わなかったが。いや、それより空の上で一体何が起きているんだ。まるでこの世の終わりだ。それを突き止めたいんだ。ちょうどいい。そのためにあんたに頼みがある。そうか、あそこから現れたのでもしやとは思ったが、全てのスルドを倒すとはやはり君は本当に英雄なのだな。よしてくれ。それより助っ人の件は何とかなるか。ガナス・ハロスへの援助は他の組織とも連絡を取って何とかやってみよう。君の名を出せば無下にはされまい。助かる。俺たちはレネギスから降ってきた鎖の方を何とかする。確かにそちらの方が君たちにしかできないことだろうな。しかし海の上だ。どうやって行くつもりだ。船だ。これから探す。仕方がないとはいえ世話しないな。そういえば仮面はどうしたんだ。なくしたよ。いろいろあってな。まさかブレゴンに会うとは思わな。船って馴染み薄いよね。支配するにあたりレナはあまり積極的に水上船を用いようとはしてこなかったからな。小舟程度ならそこらにあるかもしれないが。くさびは大海の真ん中です。小舟では心もとありません。確かに途中で沈むようでは困るわね。アウメドラの船みたいのとは言わないけど。あ、それこそそんなのどこ探したって見つかりっこないぜ。なんとかしてくさびに行かなきゃならないんだ。可能性がありそうなところを当たってみよう。ブレゴンのおかげでガナス・ハロスの方はなんとかなりそうだな。誰が送られるのだろうな。いずれかの抵抗組織の人間には違いないのだろうが。案外毒なんて適任かもな。薬草の知識があるから頼りになる。毒ってカラグリアにいた老人でしょ。ガナス・ハロスは遠いし長旅に耐えられるかしら。兄さんの補佐をしていたラギルなら適任だろうが、彼女もメナンシを離れるのは難しいだろうな。そういう意味ではミハグサールからも厳しかろうな。あそこの人手不足は深刻なままだろう。まあみんな何かしら自分のとこで手一杯だよな。なんか結局ブレゴンが自分で引き受けちゃいそう。あの人結構苦労症っぽいし。でもこうして考えてみると私たち行く先々で随分いろんな出会いがあったのね。ああ、それで得たつながりこそが俺たちの宝だ。ブレゴンに任せた以上俺たちは自分のすべきことをしよう。